マクシミリアン、マクシミリアーノ一世、1832年、7月6日から1867年6月19日は、ハプスブルク・ロートリンゲン家出身のメキシコ皇帝、在位、1864年から1867年。全米は、フェルディナント・マクシミリアン・ヨーゼフ・マリア・フォン・ハプスブルク、ロートリンゲン、フェルナンド・マクシミリアーノ・ホセ・マリアでアブスブル・ゴロレーナ。 オーストリア皇帝、フランスヨーゼフ一世の弟、妻はベルギー国王レオポルド一世の王女シャルロッテ・フォン、ベルギエン。優れた海軍の軍歴の後、1864年4月10日、フランスのナポレオン三世と、帝政復活を望むメキシコの王党派の支援のもと、メキシコ皇帝に即位した。アメリカ合衆国を含む多くの国々は、彼の帝国を承認しなかった。 これは、ベニート・フアレス率いる、共和派軍の成功を確かなものにし、1867年に、捕虜となり処刑された。1832年7月6日、オーストリア帝国の首都ウィーンのシェーンブルン宮殿で、生まれた。誕生の後に洗礼を受け、フェルディナント・マクシミリアン・ヨーゼフと命名された。ファーストネームは、父方のおじで、後の皇帝となる大父フェルディナント一世に、 セカンドネームは母方の祖父でバイエルン国王マクシメリアン一世ヨーゼフにそれぞれ由来する。父のフランツカール大公は神聖ローマ皇帝フランツ二世、後のオーストリア皇帝フランツ一世の青年を迎えた二人の息子の一人であり、父方ではハプスブルクロートリンゲン家であり、母、ゾフィーはビッテルスバフハ家のバイエルン王女であった。 知性と野心と強い意志のあるゾフィーは、夫とは全く共通するところはなかった。歴史家のリチャード・コナーは、フランツ・カール大公を、人生の最大の主要な関心事は、肉汁たっぷりのミートボールを平らげることだという、鈍重な、太った男と表現している。そのような人柄の違いにもかかわらず、この結婚は、実りの多いものとなり、四度の流産の後、 マクシミリアンを含めて4人の子供が生まれ育った。ウィーン宮廷には、マクシミリアンは、フランス皇帝ナポレオン一世とフランツ一世の王女、マリー・ルイーズの一人息子であることナポレオン二世と、母、ゾフィーとの不倫による、婚外子ではないかと、いう噂があった。その場合、マクシミリアンは、ナポレオン一世の孫、フランツ一世の彦ということになる。 このゾフィーとナポレオン二世の不倫問題と、マクシミリアンがそのたまものであるという説は歴史によって知りけられている。スペインハプスブルク家からの伝統を信奉し、マクシミリアンの養育はアーヤと呼ばれるガバネスによって6歳までなされた。その後の彼の教育はチューターに委ねられた。マクシミリアンのついたちのほとんどが勉強に費やされた。 7歳の時には週に33時間だった。学習時間は17歳の時には週に55時間まで伸びた。学科は多様であり、歴史、地理、法律、理科から語学、軍事に、フェンシングに外交までを読んだ。また、母語のドイツ語に加えて、彼はハンガリー語、スラブ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語を学んだ。幼いうちから、マクシミリアンは、彼が、 よりよく適任で二番目以上の価値のあるものすべてを証明しようと試み、兄のフランツ・ヨーゼフをあらゆる面でしのいでいた。オーストリア宮廷の大変堅苦しい環境は、マクシミリアンの社交的な性格には耐えられなかった。マクシミリアンは陽気で大変カリスマがあり、周囲の人を魅了することができた。また、魅力的な少年だったにもかかわらず、彼はまた奔放であった。 彼は教師を馬鹿にしたり、しばしば、いたずらの先導者となった。そのいたずらの被害者には、ヒヨアナオジ・フェルディナント一世も含まれた。それにもかかわらず、マクシミリアンは、大変人気者であった。フランツ・ヨーゼフよりまっさる心を見と魅了する能力は、物静かで内向的な兄とは大きな隔たりがあった。それは年を減るごとに広がり、子供の頃には親友だった兄弟はやがては、 名ばかりのもの取った。1848年に革命が起きた。抗議と反乱に直面した皇帝フェルディナント一世は、大位し、マクシミリアンの兄、フランツ・ヨーゼフが次の皇帝に選ばれ、フランツ・ヨーゼフ一世となった。マクシミリアンは、兄の遠征に同行し、帝国一円の反乱を鎮圧した。1849年のみ、オーストリアでは、革命は、 数百人の反乱者の処刑と数千人の投獄と共に鎮圧された。マクシミリアンは無慈悲と感じたものに恐怖し、それについて広く不平を言った。彼は後に私たちは自分たちの生きている時代を啓蒙時代と呼ぶ。しかし未来に向かって人々が司法上の不正義に対する恐怖と驚きのうちに振り返る光景が今のヨーロッパにある。それは復讐の精神で 法の上の政府に代わり恣意的な統治をする政府に、ことを唱えた者たちを罪に問い、死刑を言い渡す光景であると指摘している。1852年に、ブラジル王女、マリア・アメリアでブラガンサと婚約するも、1853年に、マリア・アメリアは病死。翌1854年、オーストリア海軍の司令長官となる。 フェルディナント・マクシミリアンは特に理髪な少年であった。芸術の分野ではかなりの教養を表し、科学において特に植物学には幼いうちから興味を示した。軍に入隊するとオーストリア海軍で訓練を受けた。彼は海軍に身を投じると情熱を注ぎ、急速に昇進した。マクシミリアンは18歳で中尉になり、1854年には司令官として、 コルベット、ミネルバ、ミネルアの繁送を指揮し、この航海ではアルバニアとダルマチア沿岸を探検した。22歳でオーストリア海軍の少将に就任した。彼以前のフリードリヒ大公のように彼は戦艦に鋭い興味を示し、海軍は彼によって皇帝家からの影響力の支援を獲得した。外交において海軍力を重視していなかったオーストリアにとってこれは画期的であった。 それまで海軍は公的な支援は相対的に低く、巫女の積極的な支援で、海軍は顕著な公的な関心と資金を引き出すことを可能にした。海軍少将として、マクシミリアンは多くの海軍近代化のための改革を実行し、彼はビルヘルムフォン・テゲトフ提督が後に勝利を収めるフリーート艦と同様に、トリエステ軍港とポーラー、 現在プーラ軍港の建設を支援した。彼はまた世界一周公会を企画し、フリゲート艦 SMS のバーラは、オーストリアでは初めて世界一周公会を果たした、戦艦となった。フェルギナント・マクシデリアンは、政治的には、当時流行していた、進歩思想の影響を受けていた。彼は自由主義の意見の持ち主であり、これによって1857年2月に、 ロンバルド・ベネト王国の王に任命された。1857年7月27日、ブルッセルでマクシミリアンは、ベルギー国王レオポルド一世と王ヒルイーズ・マリー・ドルレアンの王女シャルロッテと結婚した。彼女は、イギリスのビクトリア女王とアルバート皇夫妻のいとこで、あった。マクシミリアンとシャルロッテの間には、子供はいなかった。二人は、 ミラノに総督としてあるいはロンバルディア・ベネトの副王として1857年から1859年にフランツ・ヨーゼフ一世が彼を副王から解任するまでの間ミラノに暮らした。皇帝はイタリアでの弟による自由主義政策の実行に起こった。彼の解任からほどなくオーストリアはイタリア地域のほとんどでの統治の影響力を失った。マクシミリアンは トリエステで陰遁した。彼はトリエステ近郊にミラマール城を築いた。この頃メキシコは自由主義的な改革を推進しようとするベニート、フアレスらと保守派の間で内戦状態、デフォルマ戦争となっており、1861年までにはフアレス側が優勢となった。そのため保守派はフランス皇帝ナポレオン三世と結んで巻き返しを図った。 同年、アメリカ合衆国が南北戦争に突入して介入が困難だったこともあり、フランスなどがメキシコに軍事干渉を行い、1864年にナポレオン三世がオーストリア皇帝の弟であるマクシメリアンを区別として定位につけた。1859年、フェルギナント・マクシメリアンはメキシコ貴族からなるメキシコ王党派との最初の接触を持った。 王党派は地方貴族、ホセ・パブロ・マルチネス・デリオに率いられ、彼らはメキシコ皇帝になるよう申し出た。1861年10月20日のパリでは、マクシミリアンはグティエレス・デ・イストラからメキシコの行為を受けるようにとの手紙を受け取った。当初マクシミリアンは受け入れなかったが、シャルロッテ妃の説得によって、これを受ける決意を固め、1861年から、 その翌年にかけて、兄のフランツ・ヨーゼフ一世と協議した。マクシミリアンは、ブラジルの熱帯ウリンでの植物学の調査が伴った探検で、彼のやむことのない欲望を満たそうとした。しかし、フランスのメキシコ出兵の後、ナポレオン三世の圧力の下、エリー・フレデリック・フォレー将軍のメキシコシティ攻略と、帝国設立の布告を確認する国民投票。この投票は、 フランス軍が占いしている地域のほとんどで行われたが、マクシミリアンには投票のうさんくささは伝えなかったの。あと、1863年10月に彼はメキシコ定官を受諾した。兄、フランツヨーゼフ一世は、マクシミリアンの決意に迷いを見せ、それまで弟には後継者たる権利がないことをしばしば言い含めていたにも、かかわらず、 環境とは言えない皇太シルドルフに一万一のことがあった際にはマクシミリアンが定位を継ぐものであることを指摘して移住した。しかし、マクシミリアンの決意は変わらず、オーストリア皇位継承権を放棄することを署名した。この決定により、マクシミリアンは皇位継承権のみならず、オーストリア皇族としての権利も喪失したが、これは彼がヨーロッパを離れる直前まで知らされなかった。 シャルロッテ大公妃はこの後、カルロータ皇后陛下として知られるようになった。1864年4月、フェルディナント・マクシミリアン大公は、オーストリア海軍少将の職を辞した。彼は、トリエステからノバナ号に乗船し、フリーゲート艦、ベローナ号と、テミス号、セミストを従えて、皇帝の世とファンタジー号、フォントジーはこれらを導き、ミラマール宮殿を出港した。 彼らは、強皇ピウス旧世の祝福を受け、ビクトリア城は、ジブラルタル海峡を通過するマクシミリアンを乗せた、艦隊に祝砲を打つように命令した。新皇帝は、群衆からの手荒な祝意の中ベラクルスに、同年5月21日に上陸した。彼は、メキシコの保守派とナポレオン3世の支援があったが、フアレス率いる自由主義軍からは、彼の帝国を拒否されて以来、 一連の困難に巻き込まれた。フランス軍と共和派の間の連続的な戦闘があった。皇帝夫妻はメキシコシティを帝都に選んだ。皇帝夫妻はジャプルテペック城を居城にした。この城はかつてのメキシコシティの郊外の丘の上にあり、アステカ皇帝の離宮であった。マクシミリアーの一世はジャプルテペックから メキシコシティ中心部へと通り抜ける道路の建設を命じた。もともと工房通りと呼ばれたこの通りは今日ではメキシコシティの目抜き通り、レフォマ通りとして知られる。彼はまたクエルナバカに力を求めた。皇帝夫妻はメキシコシティメトロポリタン大聖堂での戴冠式を計画したが、正常不安のせいで挙行されることはなかった。マクシミリアーの一世は、 貧民の生活環境と上流階級の壮大なアシエンダの格差に衝撃を受けた。皇后カルロータは貧しい人々のために富裕層から金を集めるためのパーティーを主催した。マクシミリアーノ一世の皇帝としての最初の法律の一つは労働時間の制限と児童の労働の禁止である。彼は10ペソ以上の農民の借金をすべて帳消しにする特性例を出したほか、 公共財産を回復させ、いかなる体罰も禁止した。彼はまた、アシエンガの独占を廃止、今後は、貧民が借金の方に、人身売買されないようにした。皇帝夫妻には、子供がいなかったため、二人は、塗装のいとこを養子にした。二人とも1820年代の短命な、メキシコ帝国の皇帝アグスティン一世の孫であった。二人は養子たちに、 殿下の称号トップリンスの位を与え、彼を王朝の後継ぎとしたが、王家の血が流れていない彼ら二人には定官を与えるつもりはなかった。それは、彼の弟カール・ルードビヒに宛てた手紙に、彼は自問自答している。それによるとカールが、マクシミリアーの一世に、カールの息子の一人を後継ぎとして与える。あるいは、彼がイズルビデの子供らにすべてを与えるかと。 保守派同盟の老狽に対して、マクシミリアーノ一世は、フアレス政府によって提案されている、自由主義政策のいくつかを支持した農地改革、信仰の自由、投票権の大土地所有者以外への拡大などである。はじめ、マクシミリアーノ一世はフアレスに帝国に忠誠を、誓うなら、恩赦し、首相に任命すると提案したがフアレスは拒絶した。後に、マクシミリアーノ一世は捉えた。 フアレス支持者を射殺するよう命令を出し、その報復として、共和派は帝国の支持者をすべて処刑した。結局、これは彼の政権をかえって悪化させる戦略的誤りになることが証明された。南北戦争終結後、アメリカ合衆国はナポレオン三世にマクシミリアーノ一世へのフランスの支援をやめ、メキシコから撤退するように外交的な説得の 圧力を増してきた。ワシントンは、フアレスのパルチザンの供給を開始し、彼の同盟者ポルフィリオ・ディアスは、敗北したことで彼らのための平坦基地を、メキシコ国境のエルパソデルノルテを構えた。フアレスを復帰させる、アメリカの進攻の見通しは、大義を捨て、首都を離れる、多数の皇帝信奉者を生み出した。その間、マクシミリアーの一斉は、元南軍を、 メキシコの一連の植民地、シャルロッテ植民地とニューバージニア植民地ほか検討されていた12近くの植民地に移住するように招いた。この構想は国際的なアメリカ合衆国海軍の海洋学者で発明家のマシューフォンテーエンモーリーによる、マクシミリアーの一世はまたどの植民地にもオーストリアたドイツ諸国の植民者を招いた。それにもかかわらず、 マクシミリアーノ一世の大意の緊急性は、メキシコ国外において、誰の目にも明らかなものとなっていた。この年、ナポレオン三世は、メキシコのレジスタンスとモンロー主義のも反対する、アメリカ合衆国軍と対峙している、フランス軍を撤退させた。時折しも、ナポレオン三世とその軍は、本国で、これまで増強されてきたプロイセン軍と、最小夫をフォンビスマルクに直面ていた。 カルロータは、夫の帝国への支援を求めて、パリ、ウィーンとヨーロッパを旅し、ローマでは、教皇ピュース旧世との越見に成功したが、彼女の努力は、失敗に終わり、結果彼女は深刻な情緒の崩壊を起こし、二度とメキシコに帰ることはなかった。彼女の夫が処刑された後、彼女はイントン生活を送り、決して夫の死を認めなかった。陰豚の場は、イタリア。 トリエステのミラマール城、次にベルギーのメーゼの武州城であった。そこで1927年1月19日彼女は死んだ。しかし、メキシコ国民からの支持が得られなかったこと、南北戦争を終えた合衆国が問答主義に基づきマクシミリアーの一世の即位に反対したこと、マクシミリアーの一世自体が自由主義的思想を有しており、 メキシコの保守派とも良好な関係を築けなかったことなどから彼の地位は当初より非常に脆いものであった。さらにヨーロッパ本国でプロイセンが急速に強大化したためフランスはメキシコ問題に肯定することを望まなかった。そのためメキシコの自由主義勢力が勢力を挽回させて保守派を破るとナポレオン三世はメキシコ支配を諦めて フランス軍を撤退させてしまった。ナポレオン三世によってメキシコの放棄が要求され、メキシコから撤退する軍はメキシコ皇帝の正当性にとって大きな打撃であったけれども、マクシミリアーノ一世は彼に従うものを見捨てるのをんだ。彼は自身に従うものに対するか否かを決定することを許可した。ミゲル・メラモン、レオナルド・マルケスト・トマス・メヒアのような 忠実な将軍らは、共和派に挑戦するべく拒兵することをった。マクシミリアーノ一世は8000人のメキシコ人、帝国軍と共に戦った。1867年2月ケレタロに撤退し、彼はそこで何週間も包囲を受けたが、5月11日に敵の戦線からの脱出を試みた。この計画は、共和派が門を開け、軍を引き入れるように買収された。 マクシミリアーノ一世の脱出を許可するという合意と、共に、ミゲル・アンヘル・ロペス軍曹によってサボタージュされた。1867年5月15日に、ケレタロは陥落し、翌朝マクシミリアーノ一世は捕らえられた。フェリックス・ザルムザルム率いる、王党派の刑期兵力団による脱出の試みが失敗した後、軍事裁判にかけられ、彼は死刑を言い渡された。 ザルムザルムの妻アグネスザルムザルムやマクシメリアンの弁護人を擁立したメキシコシティ中披露したアントンフォン・マグヌスなどはフレスに直接面会して皇帝の除名を嘆願したほか他の多くのヨーロッパの元首と他の著名人著名な自由主義者であるビクトル・ユーゴーとジュゼッペ・ガリバルディが含まれるが電信手紙をメキシコに送り皇帝の除名を嘆願したフアレスは 個人的には、マクシミリアーノ一世が好きだったが、彼は、大勢のメキシコ人が、マクシミリアーノ一世に対する戦いで戦死した、観点から、K の原型を拒んだ。彼は、メキシコは、外国勢力によって介入した、いかなる政権に対して、断固たる態度を取るというメッセージを発信する、必要があると信じていた。K は1867年6月9日に、で執行された。 この時、マクシミリアーの一水は、ミラモンとメヒアと共に兵士によって銃殺された。彼はスペイン語で話し、死刑執行者に、母が自分の死に顔を見られるように頭は打たないように、一瓶の金貨を与えた。最後の言葉は、私は全ての人を許そう。お願いだ。皆も私を許してくれたまえ。今流される血が、この国の幸福に繋がらんことを望む。 メキシコ万歳、独立万歳。また、二人のメキシコ人の将軍は皇帝万歳、と叫んで射殺された。なお、マクシミリアンの処刑側に、フランツ・ヨーゼフ一世に知らされたのは、アウスグライヒにより、オーストリア・ハンガリー帝国が成立したことを祝う、ブダペストでの祝願行事の最中だった。処刑後、遺体は、防腐処理されて、 メキシコで公開された。ほどなくして、オーストリアのビルヘルム・フォンテ・ゲトフ提督が、ノバラ号で遺体をオーストリアに戻した。トリエステ到着後に棺は、ウィーンに運ばれて、1868年1月18日に、カプチーナーの骨堂に埋葬された。兄のフランツ・ヨーゼフ・一世とは、仲が良く、弟の死を知って、兄は悲しんだ。また、 妻のシャルロッテは精神の錯乱を引き起こし死ぬまで夫の死を認めなかった。ナポレオン三世はこの姿勢でフランス国民の信頼を失い、帝政が崩壊する遠因となった。エド・アル・マネは皇帝マキシミリアンの処刑でフランスの軍服を着た銃殺隊による処刑場面を描き、マキシミリアンの一世を見殺しにしたナポレオン三世を批判した。 マクシミリアーノ一世は、自由主義的な改革、メキシコの人々を助けようとする稽古な希望を、忠実に突き従う者を見捨ていることを拒絶したこと、ケルタル包囲戦での個人的な勇敢さでいくらかの、しかによって称賛されてきた。しかし、他の研究者は、マクシミリアーノ一世は短期間の政治的軍事的、問題。 第二次メキシコ帝国の急速な崩壊の間のメキシコでの民主主義の復活の障害であったと考える。マクシミリアーノ一世は1934年のメキシコ映画 W ハワレス・ワイ・マキシミリアーノでエンリケ・レイラによって演じられ、1939年のアメリカ合衆国の映画ハワレスでは W ブライアン・ハンによって演じられた。 彼はまた1954年の映画ベラクルスでは W ・ジョージ・マクレディによって演じられている。神の恩寵と人民の意志によるメキシコ皇帝ドン・マクシミリアーの一世陛下主催者としてメキシコ帝国の以下の勲章を配用していた。外国からは以下の栄転を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。